られた記憶って残るんですよ。だって僕だって変な話ね、月例えばさ1億とか収入が超えたってやっぱね、まあ、1億の頃はさすがになかったかな、1000万だから年収が1億とか超えてもやっぱいじめられた頃のね感覚ってすごく残ってましたもん。もうないけど、もうないけど、そう。だから人によると思うんですよ。でも僕の場合は月1億ぐらい稼げるようになるまでは心のどこに引っかかるみたいな、月々1000万か、とか稼ぎしたところにはまだ心の中に引っかかるようなものがありましたからね。それぐらいね人間の心に加工を残すんで、でも逆に言えば、あ、そんなに残っちゃうんだ、じゃあ自分は一生引きずっていくのか、じゃなくて逆に言うとそれぐらいの収入になるまでは皆さんにとってのブースターになってくれるってことです。理不尽な記憶とか嫌なですね思い出とか恨みとかそういうのってのはやっぱね確かにそこにあるものなんですよ。で確かにそこにあるものっていうのは使い方次第です。例えばですよ、めちゃくちゃ硬くて丈夫な石があったとしてね、これが皆さんの頭の上から降ってきたらどうなると思います？これ皆さん大変なことになりますよ。大怪我しますよね。でもそれをさ上から降ってくるものとして考えるんじゃなくて、皆さんが踏みつけて上に上がってくるものとして考えたらこんな確固たるものはないですよね。硬くて丈夫で重い石ほど皆さんだっていい踏み台になるじゃないですか。だからね、本当考え方なんですよ。そう、重い復讐心とか悲しい思い出っていうのは、まあ、硬くて重い石と同じだと僕は思ってます。積み上げれば最強の階段になるんですよ。ただ上から落ちてくるのを自分で受け止めようとすると、あるいは自分がね、の頭の中にぶつかっちゃうとこれまあ大怪我しちゃうので、そうだからね、あの悲しみを踏みつけて歩くものだと僕は思ってます。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。